皆さんこんにちは、初心者麻雀講座から発展した中堅麻雀講座、第1回の今回は振り点との付き合い方について説明していきます。よいしょ。はい、振り点との付き合い方、基本的にはイーシャン点であれば振り点でも、広い受けを残した方が有利になります。そうですね。基本的に、両形であれば、振り点であってもわざわざ受けに受ける必要なんてないよっていう意味です。テンパイだったら、割と振り点じゃない方がいいことが多いんですけど、イーシャン点だったら別に振り点でもいいよっていう話ですね。具体例を見ていきましょう。例えば、この手牌ですね。前順にこの手牌で3ピンを切っているとします。ここで、数ピンを切る人とチーピンを切る人に分かれると思うんですけど、この場合は、まだイーシャン点なのでチーピンを切ることを、が、ほぼ、まあ、正解というか、まあ、現代麻雀での正解って言われてるやつですね。例えば、じゃあ、ここで数ピンを切った場合、ここで数ピンを切ってプラスになることって、例えば、まあ、イースワンが泣けた時に、観浪ピンに受けられるっていうメリットしかないんですよね。ここで観浪ピンで、イースワンで泣いた時に、観浪ピンに受けるか、ディアンピン、失礼しました。ディアンゾウピンに受けるかの選択ができるんですけど、普通に考えて、枚数は4枚で同じですし、ディアンゾウの、町が強いんで、大体の場合は観浪ピンよりもディアンゾウとウピンの2枚2枚のシャボ受けの方が強いんで、そちら側の方が推奨されています。そうですね。理由がここに書いてありますね。先ほど言った通り、マンズが入ってもシャバに受けられる。3ピンチーや3ピンの引き戻しでもテンパイになります。このように、フリテンターツはイーシャン点の時点で切られないように、わざわざ嫌っていかないようにしましょうっていうお話です。これで、第1回中堅麻雀講座をおしまいにします。ご清聴ありがとうございました。